今回は、ジャニーズ事務所の人気グループ、スノーマンのリーダー、岩本光カさんが、未成年との飲酒で活動自粛処分となった事件についてお伝えします。岩本光カさんは、今年1月にデビューしたばかりの9人組グループ、スノーマンのメンバーで、リーダーを務めています。スノーマンは、ジャニーズジュニア時代から人気を集め、 昨年の NHK 紅白歌合戦にも特別枠で出場しました今年1月には CD デビューを果たしオリコン週間ランキングで初登場1位を獲得するなど今最も勢いのあるグループといえるでしょうしかしそんな岩本光さんが3月27日発売の写真週刊誌「FRI だ Y」で 未成年女性とラブホテルで演習していたことが報じられましたこの記事によると岩本るさんが参加した飲み会は2017年11月に渋谷のラブホテルで行われたもので女性5人と男性5人が参加していましたその中には元アイドルや元サロンモデルなどもいたということです女性のうち3人が未成年だったことを自己紹介で明かしていたにもかかわらず 岩本光さんは気にせず酒を飲みゲームをしながら盛り上がっていたという証言がありますまたこの飲み会の様子を撮影した動画も FRI A Y に掲載されていますこの報道を受けてジャニーズ事務所は3月30日未明に公式サイトで声明を発表しましたその中で報道にある首席に参加したことは事実 と認めた上で今回のような主席に参加していること自体社会人としての自覚と責任が欠如していることの表れでありジャニーズ事務所所属タレントとしてふさわしくない行動であると厳しく非難しましたそして以上の検討の結果や状況を踏まえ岩本自身より深い反省を促すためとして岩本光を一定期間の芸能活動自粛処分 することを決定しましまたこの処分についてはファンや一般のネットユーザーからさまざまな意見が寄せられています一部では「未成年因子は法律違反だから対処させるべきだ」「SnowMan からも脱退させるべきだ」「他のメンバーに迷惑をかけている」と厳しい声もあります一方で「デビュー前の出来事だから許してほしい」「反省して活動再開してほしい」 スノーマンは9人揃ってこそだと擁護する声もありますまた活動自粛期間が明示されていないのは不透明だ処分が軽すぎるのではないか他のメンバーも同じようなことをしていないか心配だという疑問や不安の声も多く見られますこの事件に関してジャニーズ事務所は保護者との連携の強化なども課題に加え芸能活動をする上で 社会人としてててて世に出ていく前段階ででの指導が重要であるとと認識しししおりますとしていますすしかしジャニーズ事務所には未成年因子やスキャンダルなどのトラブルが多発しておりその対応には批判も多くあります今回の事件はジャニーズ事務所の指導監督体制や芸能界全体の未成年タレントの管理問題を改めて浮き彫りにしたといえるでしょう 岩本光さんは今後どのように反省し活動再開に向けて努力していくのでしょうかスノーマンは岩本光さん不在のまま活動を続けていくのでしょうかこの事件の影響はスノーマンだけでなくジャニーズ事務所や芸能界全体にも及ぶ可能性があります今後の動向に注目が集まっていますジャニーズのスノーマン 野向浩二が22日テレビ番組『徹子の部屋』に初出演しました向井はタイで生まれ幼少期の一部を同国で過ごしました母親がタイの軍人であり向井はムエタイを習っていたと言われています番組では旋風客を披露し黒柳徹子からすごい背が高いからこういうことをやるのは大変だと絶賛されましたただし 向井の身長は1 7 5センチでありグループには1 9 0センチや1 8 2センチなどの高身長メンバーがいるためスノーマンの中ではうずもれてしまうと少し嘆いていました向井はジャニーズ事務所に入所してからスノーマンとして2020年にデビューするまで14年かかりました18年頃に東京での仕事の機会がありデビューのチャンスが訪れたと述べています 急に話が舞い込んできたので自分にとっては最後のチャンスだと思いました頑張りすぎて浮いてしまっていたんですと語りました朗読劇「ハロルドとモード」において黒柳と向井は年の差60歳の恋人役を演じます向井がいつか一緒に焼肉に行きたいとアピールすると黒柳は稽古の帰りにカルビを食べましょうよ と嬉しそうに答えましたトースポウェブスノーマンの目黒蓮と俳優の佐野勇人が TBS 系情報バラエティ番組「王様のブランチ」にバーリトゥード・アール出演メンバーからの差し入れについて話した目黒蓮はトリリオンゲーム撮影現場への差し入れ事情を明かしスノーマンの中で7人が差し入れをしてくれたことを明かした深沢達也からのプリン 向井浩二からのカフェか渡辺翔太トラウールからのモスバーガー佐久間大輔からのアイスクリームのキッチンカー宮舘亮太からのかき氷のキッチンカーなど差し入れは公式 SNS でも公開されている特に岩本光からの差し入れが異彩を放っていたそうで目黒蓮は「フェータス差し入れしてくれた」と話していたスタッフに「すぐ貼ってください」と伝え 岩本くんからのプレゼントを即座に渡りした。そして笑いながらラスト阿部ちゃんと言い阿部良平からも差し入れがあると明かしたインタビュアーからはメンバーからの差し入れは珍しいですかと質問され目黒は差し入れを入れたいと思っていたけど何がいいのかわからずに向安次とふっかさんに相談して聞いたんですそしたらいろいろ教えてくれて だったら俺が入れるわとさらっと言ってくれたのでそこから始まった都メンバーからの差し入れが始まったきっかけを語った佐野はスノーマンの皆さんが差し入れしているのを見てやばい何もやっていない都メンバーの慌てぶりを笑いながら暴露番組ではミルクの山中柔太郎からも目黒のリクエストでシュークリームが差し入れされたことも紹介された情報は PBS とモデルプレス。それスノーマンにやらせてください。8月25日放送会に、ジャニーズ事務所からのゲストとして二宮和也が初登場。木村拓也以来二人目の日曜昼のレギュラー放送時に登場する。そして、スノーマンとの初めての本格的な絡みも実現。スノーマンは、二宮の登場に緊張しつつも、大喜び。スノーマンのイメージは、 「ソレスの」は見たことありますかぐなどの質問が次々と飛び出す二宮の自由な言動に振り回される場面もあるが初めて絡む展開やあるメンバーとの意外な秘話にも期待が高まるクナッシーと一緒に「しうの授乳や豚の誘導などに挑戦する TBS 番組ソレスノーマンにやらせてください」に SnowMan が0825-200を20時54分に出演します 2023年7月5日に BLU-LA&DVD スノーマンライブ DOUR2022 ラボア発売され